ジョニー・トーリオ、ジョン・パパ・ジョニー・トーリオは、禁止法時代のシカゴのギャングスター。ジョニー・ザ・フォックスの愛称でも知られる。本名は、ジョバンニ・トッリオ。シカゴアウトフィットとして知られる、犯罪組織のボスだった。イタリアのバジリカータ州、イルシーナに生まれ、2歳の時に、母・マリアとニューヨークに渡る。マリアは後に、サルバトー・レ・カプートと再婚する。トーリオの母と、ママ父は、 トーリオがシカゴに移ってからもブルックリンに住み続けていた。晩年はイタリアへ帰り息子、トーリオが建てた別荘に住み、召使いが15人もいたという。フランキー・イエールと共に暗黒外におけるアルカポネの育ての親、アルカポネの息子のソニーの名付け親でもある。小柄で、内気で、貴重面で、頭が良く紳士的で、気前も良かった。また、 ギャングスターとしては珍しく、タバコも酒も賭博もやらず、自分の売春宿の娼婦に手を出すこともなかった。ケンタッキー州出身のアイルランド系のアンナ・ジェイコブズと結婚しており、彼女は彼を崇拝していて、最高の、そして最愛の夫ですと断言していた。彼女は8歳年下で赤毛を持ち、知的で育ちの良い感じの女性だったという。トーリオは、 彼女と結婚するとレビ地区の中心部から少し街の外れの静かな場所に引っ越し、妻と落ち着いた生活を楽しんだ。マフィアのボスであっても家では、良き夫であった通リオの姿は部下であるカポネに大きな影響を与えた。若い頃はニューヨークシマンハッタンのロワー,ーイーストサイド地区に暮らし、10代でファイブポインツニャングとつながりを持った。19歳の時に、 J.K. マッカーシーという偽名で、ボクシングの興行をはじめ、八百朝試合と掛け率を操り、一財産を築く。最初は、ナンバーズ成功を収め、宝くじ専門のギャングスターとして通っていた。まだ駆け出しの頃のアルカポネを、コニーアイランドで幅を利かせていた、フランキー・イエールに紹介した。1920年代27歳の時に、競争熾烈なブルックリンの街に見切りをつけ、 シカゴの売春王、ジェームズ・ビッグ・ジム・殺し物下で働く。殺し物経営する売春宿、サラトガを支配人として任せられ、組織の基礎を作る。彼は売春宿の管理を徹底し、中には8時間の三交代制で60名の娼婦が交代勤務で対応し、店を回していたところもあったという。その後、通りをたちがやりたかった酒の密売に、 殺しもが反対していたため彼を殺すことを決める。殺害の時、後に殺人株式会社として知られるジョー・アドニスに1万ドルで依頼する。直接手を下したのはフランキー・イエールの部下だった。殺しもの葬儀の時に泣きながら、ビッグ、ジムと私は兄弟のようだったと言っていた。禁止法が実施されると彼の組織は酒の密売から年間400万ドル、突爆からも ほぼ同額、売春から200万ドルの利益を上げ、シカゴ郊外でも400万ドルの不当利益を得ていた。ウィリアム・イー・ディーバーがシカゴ市長になると政治改革が続くと考えて、トーリオ・カポーネ組は事業の本部を西部郊外のシカゴと同じクック軍に、あるシセ路へと移すことにした。その頃トーリオは年老いた母親をイタリアへ帰国させる。二人で、イタリアへ、 旅立ち広大な屋敷に母を住まわせた。留守中は、シセロの事業の管理をカポネに任せた。1924年にダイオン・オバニオンからシーベン醸造所の持ち分を譲渡してもらうが、5月19日に、警察の手入れが行われ逮捕される。オバニオンは事前に手入れが行われることを知りながら、通りをに譲渡した。オバニオンの裏切りに相逮捕されたことに起こり、カポネ、 ジェンナ兄弟たちとおばに、オン暗殺計画を立てる。そして、ブルックリンから、フランキー・イエールを呼び、1924年11月10日に、おばに、オン暗殺を実行。この暗殺で1万ドルと4カラットのダイヤの指輪を、報酬としてイエールに出した。その後、おばにオンの部下に報復されるという恐怖心からか、アーカンソー州ホットスプリングス、キューバ、バハマ諸島、 フロリダと姿を消しながらも行く先々で多少の闇酒取引を済ませては逃げていた。当寮はシカゴで大きな政治力を発揮するが自分の地位を誇示することはなかった。ニューヨークに行った頃と同じくひっそりとアパートでアンと暮らした。コロシモやカポネなどとは違い、自分の店の商婦たちとは一切性的関係を持たなかった。毎晩必ず6時に帰宅し、 丸腰で市内を動き回った。1925年1月24日、妻のアンと買い物から帰り、アンが先に車をオリアパートの入り口に向かいトーリオが、後ろにいた。その時、おばにオンの部下だった、ハイミー・バイスとジョージ・バグズ・モランが、トーリオの方に向かって、銃を発砲した。胸と首に2発くらって路上に倒れて、もがき苦しんでいるところへ2人が近づきトーリオの、 右手と股間を打ち、とどめの一発を打とうと引き金を引くと薬室が空だった。結局二人は死にかけているトーリをそのままにして逃走した。トーリは救急車で病院に運ばれ、手術を受け一命を取り留めた。ベッドから起き上がれるようになった1925年2月9日に連邦裁判所でシーベン醸造所の手入れの件で5000ドルの罰金と9ヶ月の 服役を命じられた。影響力を使い、トーリオは気楽な刑務所暮らしをした。そして、ギャングスターとして引退する時期が来たのを覚悟し、カポネに組織を譲り渡した。一部資料によると、引退するときに、カポネから10年管理役の25%をもらい、カポネの相談には乗るという約束をしたという。1929年に静かな引退生活をしていたが、 アトランティックシティで行われた暗黒街の会議に顔を出す。カポネたちとニューヨークギャングのラッキールチアーノラ両方と友好関係を持つ通りはこの会議で中心的な役割をしたと言われている。全米犯罪シンジ事系とは彼の提案により発足した。その後はルチアーノファミリーの非公式なアドバイザーとなる。1938年。 ニューヨーク市北方のホワイトプレーンズで隠居生活を送っていた。その頃、連邦政府は、トーリオ・カポネと同じように脱税で立件しようと準備していた。1939年1月に脱税で有罪を認め、レブンワース刑務所に2年半服役した。出国したトーリオは一度故郷のイタリアで暮らすが、ムッソリーニがギャングを徹底的に取り締まっていた時期だったので、再び、 アメリカに戻ることにした。その後ニューヨークで暮らし、ラッキー・ルチアーノやマイヤー・ランス・キーラに手を貸し彼らの力になった。1957年4月16日、トーリオは床屋で散髪中に心臓発作で倒れ、病院で75歳の生涯を閉じた。遺体はブルックリンのグリーンウッド墓地に埋葬された。マスメディアが彼の死に気づいたのは、 葬儀から3週間後のことであった。ありがとうございます。